ハリー同時多発テロで国際出廃中のモハメド・アブリに容疑者が8日ベルギーのブルッセルで逮捕されました同容疑者はブリュッセル空港逃走犯の帽子の男の可能性があるとみられていますアメリカオバマ大統領は事前パーティーの席上で共和党候補者トランプ氏とクルーズ氏が党内部の移民と国家安全問題に対する極端な考え方を暴露し これがむしろ民主党のボーナスポイントになっていると話しました。アフリカのある低地では塩の採掘場があり、作業環境は月面のように日中は気温が60度に達するそうです。ここは一年を通して気温が最も高い場所で地獄への門と呼ばれています。フランスの農民は EU の低価格商品が不公平だと抗議し、国境付近で スペイン産ワインを満載したタンクローリーからおよそ1万リットル9万本近いワインを道路に捨てました。スペイン外交部は不満を表明しました。